さあ、okay. いやー始まりましたよ皆さん、どうもいらっしゃいませ。ワンピースについてね、今日はたっぷりと語りたいと思います。今日のゲストはね、フィティサヤカ、ことサヤネですね。皆さん知ってと、はい、どうも、はい、こんばんは。はい、サヤネと行っていきたいと思います。もう高まる高お前ら、俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。はぁ、ようやろ殿。そしてサヤカ長は、あなたのナイト、サンジです。たくうるせえな。よく寝てられもしね。俺は海賊狩りのゾロだ。いやありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。なんだうるせえなおめえら。あああどうすかこれ。吐きそう。大丈夫か。どうしたんだ。どうしたんだお前。なんとか言え。大丈夫か。ちょっと待って。ここは呼んでやろうか。ちょっと待って。いやごめんなさい。かっこいいどうしよう。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。いや、いいですよ、ゆっくりで、はい、大丈夫だぞ。やばいね、ルフィやべえな。ちょっとやべえわ、俺もやべえんだけど。いや、今日はね、実はね、ルフィとサンジ、そしてソロってごめんなさい。ソロってなんだよ、俺だけ一人じゃねえか。まあ、いいんじゃねえか、お似合いだぞ、ソロ。間違えてんじゃねえぞ、これ。大事なところだよ。でも俺さっき聞いたぞ、なんかゾロが好きだって言ってたな。はいはいはい。いやありえねえだろ、なんでこんなやつのことが好きなんだ。俺も差し置いてたぞ。サンジだけはありえねえな。サンジが嫉妬してる。最初の方から聞いてたけど、すごい好きなんだなと思いながら、もうイーストブルーのもう出だしで武者村の話から始めてたから、そっから見てた。そう見てたから、あのこれ収集つくかないって思ってた。鼻水出る、まあ、やばい。俺が三刀流になったら慣れ染めからな、よかったな。感動したよ。最初は二刀流、すげえ俺感動した。あそこが、あの俺の話は全然なかったんだが。いやなかったことはちゃんしましたよ、しましたよ。ちゃんとしたよ。サンジの話は別れのところのあれで、うん、いや、まあ、後からだから、ね、そんなしなかったよ。飛ばしたよ俺は。やったよ、オー君と。いつか内緒ありがとう、ありがとうね。お前は寝てただろう。だってお前鷹の目に乗られて痛かったんだよ。やめとけ。痛かったね。なんでそういうこと言うんだお前。じゃあさやねえさ、ちょっとさ、なんかこういうシーンのセリフを言ってほしいとかあればさ、ガチのリクエストし、どうぞどうぞ。全然ちょっとあの ルフィに、ルフィじゃん。ルフィ、俺たちの船長だから何でもやってくれるぞ。俺今手汗が一気に出たぞ。頑張れよルフィ。おいさやか、肉食うかって言ってもらっていいですか。あ、そんなんでいいんですか。はいはい。それでは、3、2、1。おいさやか、おめえ肉食うか。あーやばいやばい。やべえやべえ。お前作るのは俺だからなお前。そうだそうだぞ、サンジが作るんだ。作るのは俺だから。俺は盛り付けだ。ちょっとじゃあ3時に。お、3時。お、何が欲しいんだ。お、あの許すのが男だ、お願いします。お、女の嘘は許すのが男だ。やべえ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 、分かったこれ。よだれ出た今。やだれ出た。チョッパーが喋ってそうだけど、サンジが喋ってっからな。これなんだな。
ゾロ。ゾロ名言いっぱいあるんだ、どうしよう。ゾロいっぱいあるよ。ゾロめっちゃあるよ。お、大丈夫だ。全部俺はメモしてやる。メモしてやる。メモって言うんだよ、ゾロ。台本とかじゃねえんだ。やめろ、ゾロ。ひげえよ、何がこれ持ってくって言ってよ。渡してきたんだよ。あれ、自然に出てる名言かと思ってたのに。言っちゃったね、困ったら、あんたこれ言うのよ、っつって。じゃあ、ルフィは海賊王になる男だ。ああ出たいいね。でもその後のサンジ君がかっこいいからぜひみんな見てね。あ、続けて、ね、あ、続けてやってくんのマジで。え、ちょっと待って待って待って、了解。え、でもゾロそこのセリフあるよね。一応持ってるけど、ちょっと待って持ってあの、そこの掛け合い多分できるよな。探していいぞ。じゃあクソマリも一緒にやるから。オッケーだ。あ、やばい。3、2、1どうぞ。わかった。首はやるよ。ただし、身代わりの、この俺の命一つで、勘弁してもらいて。船長一人守れねえで、てめえの野心もねえだろ。ルフィは海賊王になる男だ。待て待て、クソ野郎。おめえが死んでどうすんだよ。てめえの野望はどうした、バカ。オラでけど、こんなマリモ剣士より、俺の命叩け。今はまだ海軍は俺を軽く見てるが、うちのちこの一味で最も厄介な存在になるのは、この黒足の三女。はい。何もなかった。あったよ。あ、今、今言うの。あ、ごめんなさい。ちょっと入っちゃった。ごめんなさい。やばーい。やばい。ちょっともう出た、芯がもう出てた、ほんまに出た、浮かんだ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 、めっちゃ出た。俺寝てたからな。じゃあ逆に、うん、このセリフ好きだなっていうのがあればそれちょっと言ってほしい。レイリーのところで、おーおーおー、ウソップに怒るシーン、あれだな、そう、あの一つなぎの代表ワンピースって本当に存在するのかって、ウソップがレイリーに聞くときに、うんうん、ルフィが止めに入るシーンがあるんですよ。あ、あるあるある、はい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 、そこぐらいで、あの、勘弁してもらえませんか。うわ、いや、いい、めっちゃ勘弁して勘弁してもらえる、全然いい、全然いい。おっ、待って、おわ、緊張、ゲロ吐く、めっちゃルフィ、めっちゃルフィやもん。飲み込め、なんてだから肉食うなっつったのに、お前肉を怒る、ちょっと怒るからな、俺はちょっと今から怒る、よし。うまいことやるよ、うまいことやるバレねえようにやる、あ、バレねえようにやる。3、2、1どうぞ。ウソップ宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ、宝があるかないかなんて聞きたくねえ、何もわかんねえけど、みんなそうやって命がけで海へ出てんだよ。ここでおっさんから何か教えてもらうんなら、俺は海賊をやめる。つまんねえ冒険なら、俺は死ねえ。はい。ありがとうございます。心配することでなかったな。いや、心配だって。何を心配したんだよ。やべえ、これマジで。さすが我ら船長だな。うわ、すげえなー。やっぱクソお世話になりましたを、ね、じゃあ俺ゼフやっていいですか。おゼフ、ゼフちょっとやってみて。若いゼフだな。いいぞやった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 、めっちゃ嬉しい。ちょっと待って待って、じゃあ中野っちさんから行くパターンでいいの。あ、そうだね。あ、オッケー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 、やばいやばいやばい、ゼフになるよ俺。ほらほらわかんな。ゼフノッチ。誰がゼフノッチや。誰がゼフノッチや。いきます。
あ、ルフィが最初に、なんだよ、俺、おい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 、なんでやるんだよ、流れを進んでねえよ。ひでえ。いや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 、ちょ、ここはちょっと、ここはちょっと、いいよ、ゼフの力で、ね、一生に一度なんで、ルフィが、ルフィが、挨拶はいいのか、って言うじゃん。あーで、サンジが、あー、いいんだ、行こう、みたいなね。つって、その後カズヤ。そうそうそう、うん、その後俺入って、サンチみたいな感じで。よし、あ、オッケー。挨拶はいいのか？ああ、いいんだ。行こう。おい、サンチ。風邪、行くなよ。女ぜぇ長い間、クソお世話になりました。このご恩は一生忘れません。はい、やべえ、泣いた、あかん、泣きそう。やべえやべえ、一個いいっすか、一個いいっすか。いや、ずるいよね、ちょっとさ、笑いに来るのずるいわ。ダメだよ。仲間っちはいいかもしれないけど、聞いてるこっちの身になってほしい。いや、俺泣いちゃった、俺さっきの3時のなあれで。マジか、それ嬉しいな。いや、いい話だもんな、すごい。本当に花粉症じゃねえか、大丈夫か、ちげえよ。やめろ、お前、そろそろ足殺すぞ、くさまれも、お前くさまれも、てめえ、お前。なに、お前、突っかかってくんだ。お前から突っかかってきたんだ、なんで。花粉症ってなんだ、花粉症って。やめろ、サンジとゾロ、いいから。わかった、うけえな、こいつは。ええから、ごめんって、もう。ミホークのシーンでどうだ ?3、2、1、9。三通り奥義、三千世界。負けた。あ、俺が負けるなんて。ちょっと待ってください。止めんなよ。ミホークやっていいですか。どうしても入りたいのか、おめえは。中野が来た。中野が来た。じゃあ、掛け合いまで、3322119だ。三刀流奥義、三千世界。負けた。俺が負けるなんて、考えたことなかった。これが世界最強の力か。背中の傷は、剣士の恥だ。見事。いい、ルフィ、聞こえるか？不安にさせたかよ。俺が、世界一の剣豪にくらいならねえと。お前が困るんだよな。俺はもう、二度と負けねえから。あいつに勝って、大剣豪になる暇だ。俺はもう負けねえ。文句あるか、海賊王。ない。やべえだ。やべえだ。やべえだろ。やべえだろ。ちょっと待って。やべえだろ。ねえ、ちょっとなんか、なんか。なんかおっとこ。なんか。なんかおっとこ。これ、あのシーンにありましたっけ。いや、わかんねえ。あのシーン。知らねえぞ、俺。あのシーンにありましたっけ。めっちゃ涙出てきてたのにさ。完全に、セリフ中に。ドアドンされてうるさいぞ、持ってかれた。ドアドンされて、それでもやめない俺はもう。すごいわ、マジで。いや、俺もだってミュートするかと思ったらしないで続けてしないもんね。続けてたもん、ゾロ。そういう時こそ何もなかった。